いやてか最近はやっぱりそのさ水曜日のダウンタウンの影響でやっぱこうオードリーのそのオブですとかピックアップされがちだけどさ、それは「いやいやいや疲れたくちゃ」みたいな感じなのか、まあ、あれはもうオードリー好きとしたらもう当然の知識っていう感じ。そうですよ、10年経ちますけどラジオやって10年最初からもう言われてたんで、本も出てるんで春日語最初の方ですけど。そうなんでも出てるんだ。へえ。誰も触れないんですよ。あ、触れないんだ。確かに出てないし、ね、気持ち悪い、うん、触れちゃいけないものだったの。あ地上波で触れちゃってるんで、なんか今回その春日自体もなんかこういやこれが地上波で流れるっていうのはちょっと最悪ですねみたいなリアクションしてて、でもなんかそんな昔からあるんだったらなんかもうみんな知れてる話なのかなと思ったけど、うん、結構隠されていたあれだったんだ。つまらなさすぎて面白くないかっていう時代だったんですその当時。でもだんだんそのオードリーという人間性が出てきてから、うん、さらにあれでマジやべえな。だから3時間ぐらい待つでしょ、うん、すごいよね。じゃああれが地上波で出てきた時はついに来たかっていう感じしてたのついにあ出ちゃったみたいな、あ出やけちゃいました。ああこれ出るんだみたいな、出ちゃったかみたいな、出ちゃったか。へえ。あのもっと裏話すと水曜日のダウンタウンのプロデューサー、うん、水口さんって確か多分テロップに出てると思うんですけど、水口さんと春日仲いいんですよ昔から、うん、なのであんなに水曜日のダウンタウンに春日出てるっていう。ああすごいいっぱい出るよね。仲いいから出てるんですよ。そういうことで仲いいからあれにも表に出しちゃった。ああうんその関係性がないとこうまた地上波に出ることはなかったかもしれないっていうコンテンツだったんだ。そうですね、仲いいからこそ、スタッフと仲いいからこそ。確かに。なんか本当カスラゴとかでラップすればいいじゃん。